よー今日は大二郎さんに来てもらってます。 Finally! Yes! ボーリング以来ですね。ボーリング以来。 Thank you for having me. Thank you for coming. 皆さん大二郎の動画見てますか？いろんなキャラクターが登場するんですけど、はい、一人はものすごい意地悪なイギリス人なんだよね。そうですね、イギリス人のキャラ、うん、よくまあ皮肉みたいなことを言うキャラかな、うんうん、そうです。そのキャラクターが超パッシブアグレッシブなんです。そうです。パッシブアグレッシブというのは受動的攻撃性って訳されてもよくわからないんですけど、うん、パッシブアグレッシブというのはなんか笑顔で意地悪を言うみたいな感じなんですね、うんうんうん、ジャックさんのパッシブアグレッシブなフレーズを教えてください。例えば、Oh, it's so dark outside. 外が暗くなってきましたねっていう意味なんですけど、それは帰れっていうことだよね。そうか。なるほど。とか、Hey, what are you doing for the rest of the day? Right, right. 今日この後何するんですか？ Right, 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 right. まだ楽しんでるのに。あれ終わり？これ終わり？そうそう、終わりなのみたいな。Right. とか面白い。うん、そう。今日映画のシーンを3つ用意してるんですけど、こうアメリカ人のパッシブアグレッシブな超嫌味な3つの面白いシーンを用意してるんですけど、ちょっとその前に自分たちでちょっとやってみましょう。いいですね。はい、いいですね。Hey Nick, I just bought a new house. Let me see, let me see. Yeah, check it out, check it out. Wow, that's a really great starter home. Is there a Japanese word for that? Starter home? Starter home?初心者キット、初心者初心者向け初心者向け初心者向けな家ですね。初心者向けな家。そうです。で、新しい着物を買いました。いいですね、その着物。すごく着物が似合いますね。ありがとうございます。私ちょっと細いからあんまり着物似合わないんですよね。羨ましいです。羨ましい。どういうこと？どういうこと？こういう感じがパッシブアグレッシブなんですね。うんうんうん、それではアメリカの映画に出てきたパッシブアグレッシブな発言を見てみましょう。まずはアイアンマンからです、はい。まあ、アイアンマンってみんな見たことあるか分かんないけど、トニー・スタークという人がアイアンマンで、ものすごい遊び人なんですね。まあ、ある女性をお持ち帰りして、その女性が朝起きたらトニー・スタークはもういなくて、でトニー・スタークのアシスタントであるペッパーが洋服を全部クリーニングしましたよって、車が待ってますよって言いに来るんです。うん、でこれはどっちの女性もパッシブアグレッシブなんです。うん、僕アイアンマン見たことないから初めてですね。うんうん、怖いですよ。この女性の会話が。I've got your clothes here. They've been dry cleaned and pressed, and there's a car waiting for you outside that will take you anywhere you'd like to go. After all these years, Tony still has you picking up the dry cleaning. トニー・スタークのアシスタントのペッパーさんがこの女性を家から追い出しに来てるんです。で、クリーニング持ってきましたよって言って、だけどその女性がなんかペッパーが自分のパシリになってるんだとちょっと誤解してて。はい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 。ああ、なるほどなるほど。まだそういう雑用係をさせられてるんですねみたいな嫌味を言うんですよね。はいはいはい、あ、なるほど、そこの嫌味は気づかなかった。なるほどね。なるほど。なんだろう、だからメイドさんみたいな感じだと思った。そう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 。ペッパーはまあどっちかというと偉い人なんですけど、メイドさんをやらされてると勘違いしてる感じなんですね。なるほどなるほど。トニーがまだクリーニング取りに行くような雑用させてるんですね。大変ですねみたいな。これはもうパッシブアグレッシブですね。ペッパーがいきなりパッシブアグレッシブじゃないですよ。ペッパーはいい子だから、うん、なるほど、仕事ができるすごい素敵な人なんですけど、いっぱい言われたから、そう言われてパッシブアグレッシブ外心。おー、高等テクニックだ。ちょっと見てみましょう。 I do anything and everything that Mr. Stark requires, including occasionally taking out the trash. たまにはゴミ出しもと言ってます。ゴミをこう投げるような感じ。そう、私があなたのメイドさんをやってるのではなく、あなたというゴミを出してるんですみたいな感じなんですよね。おー、いいですね。いいですね。素晴らしい。こういうの大好きなんですよ。実際は嫌だよ。分かる分かる。実際はだけど、実際なんか映画とか、そう、映画だったら結構面白く見える、はい、なんかね、漫画とかドラマみたいに。そうそうそう。うよー
そうそうそう、他人事だと思って見れるからそうね。じゃあ次は僕の大好きな映画、これはトム・クルーズ主演のオブリビオンという SF 映画ですけど、見たことありますか？ないです、ごめんなさい、僕全然映画見てないですね。マジでこの背景はすごく面白くて、ここで説明しちゃうともうネタバレになっちゃうので、とりあえずこの女性が2人ともトム・クルーズが自分のものだと思ってるんですね。赤毛の女性がもともとトム・クルーズと一緒に住んでて、で途中でこの黒い髪の女の子が出てきたんです、ちょっと本当はすごい面白い話なんだけど、その赤毛の女性のパッシブアグレッシブな発言が面白いです。赤毛の人のパッシブアグレッシブ、はい、はい、You lost people Everything If you want to be alone, we understand。え、これ続きあるんですか？一旦ここで。あ、今のがパッシブアグレッシブ。ああ、なるほど、はい、だからあのもしあなたが一人になりたいんだったら私分かりますっていう、もし一人になりたかったらどうぞみたいな。その女性ももちろんバカじゃないから理解できてます。見てください。あ、そうですかって言って、はいじゃあ帰るよと。え、帰るんだ。帰っちゃう。あ、じゃあ意味が伝わったってことですね。いや、やっぱりね、外国語の方がそのパッシブアグレッシブのこうメッセージをこう理解するのもちょっと難しいと思いますね。やっぱ外国語だから、はい、これ日本語だったら全部わかるけど、だもしこれ僕が英語で言われたら I understand とか言われたら、うん、わー、Thank you very much じゃあちょっとやってみましょう。うん、じゃあ僕は赤毛の女性、はいはい、You've lost a lot If you want to be alone, I understand、oh, You are very kind, thank you very much No, no, really, please Like, I'm sure you're very tired No, don't worry, don't worry No, you must have lots of things to do No, I have nothing to do today 帰れ最後は House of Cards という Netflix のドラマなんですけど、見たことあります？ないんです、すいません。でも、ま、ないの僕の姉が好きだって言ってました。ああ政治の面白い政治の話かな。そう、アメリカの汚いアメリカの政治を描いてるドラマなんです。うん、ちょっと簡単に言うと、ここはホワイトハウスの中、うんうん、でこの女性がファーストレディーです、ファーストレディーは大統領の奥さん、ね、そうです、大統領の奥さんなんです、はい、このおじさんは一緒にホワイトハウスに住んでます。まあ、このファーストレディの愛人なんですね。それは大統領は知ってるんですか？知ってます。知ってるの？そうそうそう、やっぱり噂は困るから、うん、であなたがそろそろ出ていくべきですっていうシーンなんですね。へー、 You need to leave. What's happened? There's just no place for you here anymore. I don't agree. You can finish your coffee.どうですか、分かりましたか？ You can finish your coffee。 え、ここでパッシブアグレッシブがあるっていう、はい、もうここに住んでるわけで、うん、あのじゃあそろそろ別居しましょうみたいな話になった時、はいはいはい、5分後って思わないですよね。え、5分後って言ってたで、だから彼も多分じゃあ来週あたり出ていこうかなと思ってて、彼女があのコーヒー飲み終わってからでもいいですよそういう意味のコーヒー、こう優しいことを言ってるような感じなんですよね。はい、はい、そうですね。あ、今じゃなくても、うん、コーヒーを飲み終わってからでもいいですよ。10分後かい10分後に出ていくのかいみたいな感じ。このコーヒー飲み終わったら出てけって意味そういうことです。なるほどね。そうかそうかそうか、ビビった、これ聞いた時。え、これ続きあるんですか？これ終わりです。怖っ。あ、で、あ、一応彼のリアクション見ますか？顔みたい、顔。すげえ君は大した人ですねみたいな。まあでもこれが僕の一番のお気に入りですね。コーヒー飲んでからでいいよって言った後の、うん、ワオもめっちゃ好きで、なんか僕が想像してたのはワオ、なんか Are you serious? みたいな、そんなこと言うのか君、じゃなくてWow!
すげえ。それもう怒りとかショックじゃなくてもう関心みたいな。そうそう、その返し方も好きだな。逆に頭下がるみたいな。そう、すごそう、お前すごすぎるわ。言いたいな、これいいですね。わあ。Okay, Nick. So, what are you doing for the rest of the day? I was gonna just hang out with you a bit more, but. I guess I could find something to do. What time is your train? It's getting dark outside. It's getting dark. Yeah. It's, okay, I guess I should probably be going. Okay. Let's call it a day. Let's call it a day. Well, thanks, Daijiro. そして、あの、パッシブアグレッシブなこと言われたことある人、もしくは言ったことある人、もうぜひそれをコメントの中に書いておいてください。みんなで楽しみましょう。Thank you for watching, everybody. I'll see you next time. Bye bye.